アントワーヌ・ギュメは、フランスの風景画家。アントワーヌ・ギュメは、オワーズ・ケン・シャンティで生まれ、ジャンバティスト・カミー・ユコロ、シャルル・フランソワ・ドービニー、ギュスターブ・クール・ベラの下で絵画を学んだ。ギュメは、若い頃は、後悔に興味を持っていたが、両親の反対にあった。短期間法律を学んだが、間もなく挫折した。1859年、地元の収集家から、 テオドール・ジェリコーのメドゥーズ号のイカダを模写する仕事を依頼され、これが画家としての出発となった。21歳にして、ベルトモリゾからコローを紹介され、当時の多くの若い画家と同様、コローを敬愛し続けた。その後、コローの弟子や知るウディノから絵を学ぶようになり、ウディノがオーシュル・オアーズに辞書を持っていた縁から、ドービニー・エルネスト・メソニーへ、 オノレドーミエ、アントワーヌ・ルイバリーラとの信仰を得た。1864年頃には、エドアル・マネ、アルフレッド・ステバンス、カミー・ユ・ピサロ、クロード・モネ、ギュスターブ・クールベ、ポール・セザンヌと知り合い、さらにその後、アンディ・ハンタラ・トゥール、エドガードが、フレデリック・バジールとも知り合った。セザンヌをマネに引き合わせたり、エミール・ゾラをマネのアトリエに連れて行ったのも、ギウメであった。 1865年、24歳にしてサロンドパリに初入選した。1866年、1867年には落選した。セーヌ川で制作したり、X でセザンヌと共に制作したりした。オンフルールで制作をした時にモネと出会った。マネ、バルコニー1868年から1869年にかけてマネのバルコニーのモデルを務めた。 1871年には、モネと共に、イングランドを訪れたようである。その後、サロンへの入選が続いた。1874年のサロンで、12月のベルシーと、題する大画面の作品が入選し、批評家や観客から好評を得、国家買い上げとなって、リュクサンブール美術館に収蔵された。こうした成功のためもあって、 友人たちから印象派展への参加を誘われても、サロンへの出展を続けた。ノルマンディ地方の海岸の風景画も描いたが、パリの風景画を描き続け、国家買い上げの栄誉も何度か受けた。1880年には、サロンの審査員となった。モネはこの年サロンに初入選したが、ギ夢の貢献があったと思われる。セザンヌが1882年のサロンドパリに、 初めて入選したとき、セザンヌはサロン審査員だったギユメの弟子という肩書きで入選を認めてもらった。パリのアトリエにて、1889年のパリ万国博覧会では、ベルシーの旧三橋など7点を出展した。1891年には、セーヌ川の光景を描いた、シャレントンのベルシーの三橋を制作し、現在のカルナバレ博物館から購入された。 1896年、レジオンドヌール勲章オフィシエを受章し、その後も1918年に亡くなるまでサロンへの出展を続けた。ありがとうございます。